こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。ウィニングポスト92021。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。YouTube、2日後10日21時頃からアカウント、アーカイブ動画流します。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブマイ YouTube チャンネル、2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、では始めていきましょう。3月5週ですねは、ドバイの週となります。今年度終了ということで、これが終わると出産ということになりますね。儲かってないね、みんな申し訳ないということですね。フロリダダービー天のブルーレイ登場です。1番人気111、3歳限定ですね、このレースは。なのでこれ G1 かフロリダダービー、はい、レース行きましょう。ガルーストリームパーク競馬場 G1 フロリダダービーダート 1800m、 3歳限定のレースです。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはブレーキングクラブ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブレーキングクラブ鼻に立ちます。その後ろからはシドニーズキャンディー、この馬も上がっていく構えです。さらにはティムズハーバート、10番アライザゴラス、ブルーレイ買ってほしいですね。シドニーズキャンディー先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し開いてキャッスルアンティネア、赤の帽子ウモローターム、その後ろ、これに続くのがブルービンやクイラ、その後ろからはアイソパッチ、フラッテリー、カウントリージ、そのうちに続いています。その隣にブルーレイはさらに後ろか、レジャーすぐ後ろ並んで2番カットアジーズ、すぐ後ろにフレピナスウェイ、最高峰に天のブルーレイ、最高峰なんだ。かけていきます。この辺りで各は第3コーナーに入ります。前はシドニーズキャンディー、2番手はティムズハーバート、アライダボラス、大丈夫かな。3番手9番アマノブルーレイ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシドニーズキャンディ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ブルーレイどこだ、大外だ。シドニーズキャンディ後続を大きく引き離しました。後ろは届かないな。2番手はアマノブルーレイ、シドニーズキャンディ、わずかに及ばず。1着2着はアマノブルーレイ、3着にソフィープレジャー、勝ったのはシドニーズキャンディ、見事な勝利です。
アルクオーツスプリント、キンシャサの奇跡登場です。1枠1番ですね。1番人気134。勝ってもらいましょう。レースです。名団競馬場 G1 アルコーツスプリント芝 1200m 電撃戦です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはスタースパングルドバナー。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りスタースパングルドバナー先頭を伺います。ルースレスガンドリア競りかけていきました。先頭に戻りましょう。ブレインズアーメリア先手を取りました。その外にスタースパングルドバナー、これに続いてフリーティングスプリット、その外からルースレスガンドリア、これに続くのがオープスプリングワーシップ、内からはアプライドシャイン、オキュパンディストメール上がっていきました。この辺りで先頭が変わりました。スタースパングルドバナー、2番手はフリーティングスプリット、3番手にキンシャサの奇跡、絶好の手応え。さあどうだろう、キンシャサの奇跡前を捉えるか、後続も追い上げていきます。キンシャサどこにいるんだ。あと 200m、 キンシャサの奇跡先頭だ。2番手はスタースパングルド、ここだ。キンシャサの奇跡、この全然違うとこにいた。1着キンシャサの奇跡完勝、2着はスタースパングルドバナー、3着にシーニックブラスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4馬身差の圧勝でした。3連覇ゴドルフィンマイルです。アマノフィーロー1番人気。これ実ですね。なのでダイジェストでいきます。賞金は大きいからな、取ったら取ったで、また前に行く馬少ないのはチャンスでもあります。ダイジェスト名団競馬場 G2 ゴドルフィンマイルだと 1600m をマイル戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先行争いだが、あでも立ち遅れ始めた。2馬身のリード、残り 200m、 後続を引き離すティズウェイ、足色は衰えません。か2番手はローベンバータウン、ティズウェイ、この馬で決まりか。ティズウェイ1着、ティズウェイ完勝、2着はノーベンバータウン、勝ったのはティズウェイ、見事な勝利です。あーっと6着沈んでしまいました。まあ、まだこれからの馬ですけどね。さあ、ドバイゴールデンシャヒーン片野春日です。1番人気ダートの1200短距離です。128トップ、確かこの馬もあの金札確定してたんじゃないかな。マルシャンドールとかアマゾンビーが強敵ですね。レース行きましょう。名団競馬場 G1 ドバイゴールデンシャヒーンダート 1200m、 ダートの電撃戦です。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアマゾンビ、片野春日。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して片野春日、花に立ちます、うん、先頭に立ちましたね。アマゾンビ、この馬も上がっていく構えです。さらにはローレルゲレイロ10番ベータルブリッド、ローレルゲレイロ出てるんだ。先手を取ったのはローレルゲレイロ。さあ先頭は依然として9番ローレルゲレイロ、アマゾンビ、ほとんど差がありません。3番手に片野春日、絶好の手応え、誰か来た、上がってきた。これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます、うん、さあ先頭を伺う片野春日、日米王者の争いだ。ここで先頭に立ったビッグドラマ、2馬身から3馬身引き離す。でも伸びが足りない印象だな。一気に後続が襲いかかってきた。2番手はアマゾンビ、ビッグドラマ先頭だ。先頭はビッグドラマ、1着でゴール。2着はアマゾンビ、3着に片野春日、勝ったのはビッグドラマ、見事な勝利です。負けてしまいました。ドバイシーマクラシック、アマノアイポッドです。1番人気138はすごいな。ビバタカタ、ジョボンティあたりが強力なライバルとして、立ち塞がっております。勝ってほしいところです。レース行きましょう。名団競馬場 G1 ドバイシーマクラシック、芝 2400m のクラシックディスタンスです。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。シュリスデゼーグル前に行きそうです。ユームザイン、それに続いています。さらにはアマノアイポッド、コモオ、オリオールフラッグ、前に行こうとしてますね。シュリスデゼーグル、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。押し出されてる感じだな。ジオポンティ、内からはちゃんとペガサス、さらにはフリーグロース、その隣にアナザートンピオン、カスタンジュークボックス、2番手つけましたね。アイポッド、その後ろからはリバパタカ、並んで G1 馬シェイディガーデン、その外からアルファベットインソレンス、青の帽子アットザサンパス、その後ろアポロスターク、それに続きますハーバートサンセット、すぐ後ろ最後方にポールバラクーナ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。12番シュリスデゼーグル、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。4番ですね現状。オリオールフラッグ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました、うん、さあ先頭はまだ12番シュリスデゼーグル、2番手はオリオールフラッグ、ジオポンティ、3番手アマノアイポッド、まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシュリスデゼーグル、オリオールフラッグ続いています。さあジオポンティが続いています。いざ決着をつける時だ。残りあと 400m、 先頭に立とうとしているが、ここにシュリスデゼーグル先頭、外からジオポンティ、アマノアイポッド、アイポッドも、まだ後ろ懸命に前を追っています。ここからの伸びがあんまり良くない。ここで先頭変わってジオポンティ、外だ、ビバタカが踏み込んでいった。ジオポンティ3着にユームザイン、勝ったのはビバタカ、見事な勝利です。ドバイは甘くない。辛い。ドバイターフベーナビスタ登場、一番人気です。ここはライバルゴルニコバですね。並んでます。並んでるってことは不利だな。あと3番人気がスタセリタ、こ
フォトビジョン、キャプテントゥーレなどが続いております。レース行きましょう。名南競馬場 G1 ドバイターフ芝 1800m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブロークンネイル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくブロークンネイル行きました。続いて前へ行くのはキャプテントゥーレ、さらにはオルディコバ、10番イルーシブウェーブ、その後ろイルーシブウェーブ先手を取りました。これに続いてカーネルコンカーズ、シーホーネット、そのうちに続いています。少し開いてジュリエドレス、その隣にアストギュミディ、すぐ隣にバトルタウソン、内からはスターグラスジャボット、その外からキタセリタ、並んで8番ステータスリブ、青の帽子サプレザ、その後ろブエナビスタ、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてイルーシブウェーブ、2番手はシーホーネット、ゴルディコバ、3番手ブエナビスタ、この位置から届くのか、後続も追い上げていきます。結構後ろですからね。イルーシブウェーブ、シーホーネット続いています。まだ後ろか 2、3投目、カーネルコンカーズ、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はゴルディコバ、ゴルディコバもいい足だが、一気に後続がやってきた。2番手は、2番手までか。どうか、後続は大きく離れました。ゴルディコバ強い強い、ゴルディコバ圧勝、ゴールイン。2着はブエナビスタ、3着にサプレザ、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。ドバイワールドカップゼニアッタ出走です。1番人気129、行ってみましょう。レースです。名団競馬場 G1 ドバイワールドカップダート 2000m、 ドバイウィーク、いよいよメインレースとなります。ゼニアッタ頑張ってほしいところです。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦、ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。各馬まずまずのスタート、どの馬が先頭に立つでしょうか。ウェルスオブハンド前に行きそうです。シェーディアーク、それに続いています。さらにはエンスコンスヘッド、14番アリオスコロナック、その後ろアリオスコロナック先手を取りました。内からはレイチェルアレキサンドラ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その隣にグロリアデカンペオン、ブレーム、それに続いています。ジェネラルクォーターズ、そのうちに続いています。ゼニアッタ、後ろから内からはオーメリックアリアンス、インパーフェクトウエスト、それに続きます。すぐ後ろにレッドディザイア、青の帽子ノンアールホリデー、その後ろ最後方にマインザットバード、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。11番エンスコンスヘッド、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いてシェーディアーク、並んで G12 勝アリオスコロナック、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はエンスコンスヘッド、2番手はシェーディアーク、
アリオスコロナック、3番手ゼニアッタ、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。ゼニアッタどこだ。上がってはいってるが届くのか。これ直線コースに入りました。エンスコンスヘッド先頭、外から勢いよくブレーム、ちょっと立ち遅れてる。先頭は今度はブレーム、しかし後続の足色もなかなかいい。一気にレイチェル・アレキサンドラ、ブレーム1着、2着にはどうやらレイチェル・アレキサンドラ、3着にグロリアでカンペオン、勝ったのはブレーム、見事な勝利です。パッとしないよな。さあ、福流ステークス天の宮です。2番人気、ただし本種本命です。1番人気はエルコーラ、バーディーバーディーも人気してます。3番人気はウィンドプライですね。戦法変えられますが、このままでいいかな。ダイジェスト中山オープン特別伏流ステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。凱旋ジュピター、先頭上がってくるが、通過してここで先頭変わってバーディーバーディー、一気に天の宮バーディーバーディー、なんとか届いた。天の宮1着、2着すごい素足だ。バーディーバーディー見事に勝ちました。天の宮エルコーラ完敗です。着外に沈みました。ダートで直線短い仲間でこの末脚はすごいな。日経賞型のフェイト登場、6番人気か、厳しいですね。まあ G3 でもこの状況だからな、ドリームジャーニー、セウンワンダー、ネバブション、サンライズマックス、強敵も揃っております。クラブは凱旋ヘルシオもいますね。さあ、型のフェイト戦法変えられます。1枠だから前行ってみるか。ダイジェスト中山 G2 日経賞芝 2500m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エルドリレオ先頭、残り 200m、 ここで先頭変わって凱旋ヘルシオ、サンライズマックス、粘り込みを図ります。2番手はネバブション、サンライズマックス、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。5着、掲示板には乗りましたが、毎日杯アマナーラホーです。1番人気、これは20丸ですね。本種もローズバド、ローズキングダムがいます。この辺がライバル、最大有力のライバルでしょう。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 毎日杯芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、エーシンホッパー先頭、外から勢いよくアマノアラフォー先頭、ローズキングダム追いすがるアマノアラフォー先頭、残り 200m を通過して先頭は依然として、さあどうだ、粘れるか。2番手はローズキングダム、アマノアラフォー、この勝ちました。アマノアラフォー強い強い、アマノアラフォー圧勝ゴールイン。2着はローズキングダム、3着にボーリンナイサー、アマノアラフォー見事一番人気に応えました。さあ中山ですね。マーチステークス天のラキスタです。2番人気、1番人気は富士のウェーブとなっております。富士のウェーブが人気だな。
バーミリアンとかもいますね。3番人気はワンダースピード。うん、2番人気だ。先行策いきましょう。ダイジェスト、中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。トランセンド先頭、あと 200m。 ここで先頭変わってアマノロキスタ、2番手はトランセンド、アマノロキスタ先頭だ。先頭勝ちました。1着でゴール、2着にはどうやらアドマイヤスバル見事に勝ちました。アマノロキスタ、富士のウェーブ完敗です。着外に沈みました。次です。阪神六甲ステークス、あ、これは飛ばします。さあ中京競馬場ですね、スプリンターズステークスじゃない、高松、宮記念ブラックキャビアが出走となります。ブラックキャビア1番人気となります。クラブは3頭か、まあ、でも凱旋門が6番人気が最大の人気ですね。ブラックキャビア本心黒三角、凱旋門が丸になっている。そしてサンカルロですね、東京新聞杯の勝ち馬が本心本命となりますね。これが3番人気、2番人気はエイシンフォワードか、一応凱旋門も印つけとこう。ではレースいきましょう。春の短距離王決定戦 G1 高松宮記念、中京競馬場芝 1200m で行われます。G1 高松の宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のファイングレイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争いアグネスジェダイ前に行きそうです。続いていくのがイーデケンシン、アグネスジェダイ先手を取りました。凱旋越しイージブ、すぐ後ろフィシコマーズ、そのうちに続いています。その外からウエスタンダンサー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ブラックキャビアは内を通ってますね。2番手はアグネスジェダイ、ブラックキャビア、イーチ、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は先頭伺う4コーナーを先頭に踊り出そう。BB ガルダン先頭、内からブラックキャビア先頭、あと 200m ブラックキャビア余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は引き離していった。ブラックキャビア強い、勝ちました。ブラックキャビア強い強いブラックキャビア圧勝ゴールイン。2着はサンカルロ、3着にエイシンフォワード、これが世界を制した実力だ。ブラックキャビアウィニングランです。春の短距離 G1 高松宮記念を制しました。スプリンターズステークスについただいての勝利か。キザレベルは5になってボバ混合を手に入れた。
最高に深まった。天野蓮舫です。母がファレノプシスなんだ。父親アグネスデジタルとなっております。6月1週早くもデビューか。さあっと流れ星だ。金札がない。どうなんだろう。あ、まあもしかしたらあっちの分譲の方にいるのかもな。どうなんだろう。さすがにちょっと嫌だよな。賞金高いもん10回いきましょう。一番高いのがベガーの2010。さすがにちょっと年齢が厳しいでしょう。オス馬か、この馬。セールイ出すか、育てるか。あ、そうか、天の小泉とかか。次、ラストグルーブ。これはエアグルーブの下ですね。これが本当にラストになったのかな。ラストグルーブはこの馬はちょっと厳しいと思う。売った方がいいかな。まあもしくはでも8億だろ。ああ、まあでも車代が持たなかったらまあありだろうな。ラストグルーブシーキングザパール。お住まいですね、この馬は。なんて言われてる？両血馬。あんまり期待されてないみたいだよな。トゥーザレジェンド。印全然ダメじゃないか。これってスーパーホースの馬かな。まあ一度外に出すのもありかな。山のなっちゃん、山のなっちゃんすごいな。なっちゃん4億もついてんのか。丈夫。ミカが丸だけですね。キューちゃんもちょっとダメっぽい。キューちゃんが
この辺も売りですよね。ダンパもいます。カッパギは白三角ですが、ミカが二重丸です。あ、なるほどなるほど、丈夫としか言われない。盲天然はミカのみが二重丸、丈夫ばっかりですね。なんだこれ。まあ丈夫じゃないまあ丈夫じゃないんでしょうね。続いてアイモード、これもミカだけ、同じコメントばっかりだ。これオスマですね、トルネード。ん？血統的、あ、そっか、iPhone の下か。iPhone はまだフィリーズレビューなんで何とも言えませんが、トルネードは29位、本屋がアマのアイモードか。まあアップル一族ですね。ドナブリーニ、あ、カッパギミカとも二重丸、機体の両欠馬。牝馬ですよね。繁殖としても面白いかも。で、アマノテルテルですね。これもカッパギにミカとも二重丸。あ、この馬流れ星の馬なんだ。父ソングオブウィンド、あ、まだテルテルこれからだもんな、実績ないな。ミュアハイジまた両欠馬。まあでもブエナビスタですからね。カッパギ三角か、どうなんだろう。スーマか、そしてコパノリッキーです。これはもうダートのダートで活躍してくれることを願いましょう。次です。ビリーブです。ビリーブの子供か。おー、お住まいですね。丈夫そう。父は天野一郎です。で、ファインモーション。ちょっと早熟気味なんかな、ファインモーション。牝馬か。ロゴタイプ。シーツ馬ですね、これは。確かこれ早熟だったんじゃないかな。根幹距離、学習能力、もう持ってるんだよな。これがシーツ馬の強いとこだ。レガ、ん？ベガ？あれ？元戻った？ロゴタイプが一番価格が安いんだ。他エピファネイアが生まれてますね、向こうで。
オリジャウバばっかりやな。37戦29勝か。お、大阪杯の展望です。王道路線開幕、浜のブログ。お、小泉を見ますね。ハウル三強の争いです。でもブログが中心っぽいですね。お、かわいい。え、今は木舟さんなんですね。え、戦六さえ選ぶとこれを下ろされるんだな。ちょっと浜本ことパッと一口話じゃ報われてないから変えましょう。購入はしないけど既存のものに関しては持ち続けることはできるんだ。いいことを聞きました。さあ勝ちたいんやが、あと一勝かな。勝ちたんやって何歳だっけ。カムバックエール、でキンシャサは、キンシャサこれ距離が足りないよな。勝ったのは嬉しいけど、はい、いいんじゃないでしょうか。ただね、あ、でもさ、チャーマンズスプリント出すぐらいだったら、ね、ブラックキャビアに出させたいよな。ブラックキャビアまだ3勝だから1004が上限だもんな。まあ、ロケットマンなんかも強いけどね。さあミュー、どっちがいいんだろう。まあこっちにするか。頑張ってほしいな、ブラックキャビア。で、じゃあ金車さん何出すかですね。とか、まあここに出しましょうか。っていうかこっちでもいいんじゃないの。オールエイジドヘイリスト、ジョージライダーは G2 か。
まあ目は潰しとくべき。安田は出ない。でこれかな。でジエベレストか。登録料か、しゃあないな。イエス気持ちいい。アンタレス、どうなんだろう。なるほど、キャンキャンもいるんだ。だからここに出すしかないような状況ではありますね。あ、ビシダートマイル、ヘラステークス、レパードス、どうなんだ。佐々木記念、今10勝だからまだ、もうちょっと勝たねばならないんじゃないかな。先に2頭出てるな。あ、勝ちたんやが。あ、ヒーローが出てる。これでシャヒンって結構強い馬がいるよね。気持ちいいってどのぐらいなんだろう。 あんまり寿命が残ってないのか。で冬ソナ、アップルブラッサムハンデ、冬ソナダートか。アイポッドが、まあでももう宝塚記念でいいよな。でブログが今週大阪杯、想定内は実績か言ったらしゃあないよな。早くスピード上がってほしいけどな。ゼニアッタ、ハルも11勝上げてます。でスマートハルコンが柏記念。あ、なるほど、全日本2歳優勝だからか。けど戦記がドンカスターマイル、千の風がまあ G1 取ってないですね。ただ金庫賞取ってるんで G1 出てもいいかもしれないが、あ、まだ G1 出たことはあるけど、ちょっとカットかな。金庫賞の勝ち方は良かったな。ちょっ
とそういう意味で言えば、でどんなステークスなんだ、わからん、微妙なステーク、微妙なレースだな。椿も出走です。ある日は8勝か、8勝ってまだ足りないんじゃないの、だから出るのか。放牧したんだっけ、放牧したかどうかわからないな、してないんじゃないかな。ひなばは4勝ですね。いや春天じゃないよな、出すレースは。距離は1700か。で、牝馬限定も出れるってことは、ツニミクがいるけど、どうでしょう。まあ、強いな。ドロロか。まあ、こっちの方がね、勝ちやすいんだよな。ドローには悪いけど。これはチャンピオンズマイル、ちょっと距離が長いしゴルディコバがいるか無理ですね。こっちかな、サンルンルイとかいいからな、まあ、ここでもいいかもしれないけど、ニコニコはすでにいる。2勝してる。ユムザインも2勝だから、そんな簡単に勝てるとは思わないな。で、エネループ。キャンキャン、フェイトはまだ G1 取ってない。ビクトリアマイルか、まあや挑戦させてみてもいいかもしれなくもないか。ちょっと無理ですね、まだビクトリアマイルは。2600、福島牝馬ステークス、ナバーは何勝だっけ、4勝か。あでも今4勝ですね、まあ、これからなんで。ヒラまだ G1 取れてない、正直厳しいかな。
ブエナビスタビクトリアマイルか。いやビクトリアマイルじゃないと思うな。ここかな。ブラックキャビアの方が出させたいぐらいだ。ああ、でもブラックキャビア短距離馬か。それだったらこっちですね。花坂にもいんのか。花盛りって何勝？まだ取ってない。まあドロロも全然あるよな。それだったらでルーラーシップ、本人は早熟だからな。星は芝、誰出すの？武豊か。まあいいミーハーだよな。まあいいんだけど、いいか。それから何だったっけ、ジョッキーが被らないかどうかか。だから任せたいな、フェイトは。岩田騎手。他かぶってるジョッキーはいないね。OK。機動戦機最上位頑張ってほしい。小泉か。想定内チャンスです。TJ スミスステークス天の贈り人登場、一番人気121。まあ強い馬が多いよな。激戦となっております。プレザントバドミントンとかも強いね。レースいきましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 TJ スミスステークス芝
1200m 電撃戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグレイトボイス、ドイリーフリート、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してグレイトボイス鼻に立ちます。その後ろからはゴールデンマイダーリング、この馬も上がっていく構えです。さらにはアドミラルズハード、15番デリケートティマー、その後ろ先手を取ったのはグレイトボイス、カロライナサファイア、それに続きます。少し離れてフライトファーロー続いています。その外にドイリーフリート、グレイトソピアフィッシュ、すぐ後ろフラッシュパワー、そのうちに続いています、うん、その外からスピューデントキーンランド、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。グレイトボイス先頭、外からグレイトスピアフィッシュ先頭、残り 200m、 ここで先頭から来てるが、プレザントバドミントン、動かないな。ではグレイトスピアフィッシュ、送り人3着だ。1着プレザントバドミントン完勝、2着は微妙です。勝ったのはプレザントバドミントン、見事な勝利です。クリビットは3着、まあサイバー混じって出走ですからね。ドンカスターマイル、天のゲド戦記1番人気です。133、他みんな110台ばっかりですね。ここはしっかり勝ってほしいところです。ダイジェストいきましょう、ロイヤルランドウィック競馬場 G1 ドンカスターマイル、芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、スターコーモラント前に行きそうです。天のゲド戦記それに続いています。それでは先頭から、先手を取ったのはジュリエコーン、その隣にファルハワイア、内からはオーシャンウィンス、並んで G1 馬サビジハッシュ、その横にフェイクアデザート、ホリデイキーパー、そのうちに続いています。黒の帽子ジャックピンキー、その後ろすぐ隣にスターコーモラント、スパイシーエプソム、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでフェイクアデザート、先頭に変わりました。ジュリエコーン、ほとんど差がありません。ファルハワイア3番手、5番アマノゲド戦記まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はフェイクアデザート、ジュリエコーン続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フェイクアデザート先頭、外から勢いよく天のゲド戦記、中割ってきた。天のゲド戦記残り 200m を通過して、後続は遥か後方、勝ちましたね。ホリデイキーパー天のゲド戦記、この馬で決まりか。天のゲド戦記今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のゲド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ちょっとハンデが背負わされましたが、それをめげず見事な勝利です。ドンカスターマイル連覇となります。キズナアップ、クイーンオブザターフステークス、天の花盛り1番人気、104、不利は否めない。レースいきますか。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 クイーンオブザターフステークス、牝馬限定かな、芝 1600m マイル戦です。
こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争いハイエスト前に行きそうです。天の花坂それに続いています。さらにはガイドブックカナス15番エッサフローラ、先頭に出ました。先手を取ったのは天の花坂、その後ろからはタイフーントレイシースタイル&トレイル、それに続きますエレインシューズ、そのうちに続いています。その外にジュードブリッジ、青の帽子カーズシャープ、その後ろすぐ隣にカレリーナセプテンバー、先頭は依然として天の花坂、タイフーントレイシー、ほとんど差がありません。エッサフローラ3番手、さあ天の花坂このまま逃げ切れるかどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は天の花坂、タイフーントレイシー、その後ろエッサフローラ続いています。スタイル&トレイル続いています。上がってくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合い、頑張れ花坂、タイフーントレイシー、タイフーントレイシーに先頭はタイフーントレイシー、残り 100m 後方から一気にインターバルシャック、2番手は天の花盛り、タイフーントレイシー3着か、2着はインターバルシャック、3着に天の花盛り、勝ったのはタイフーントレイシー、見事な勝利です。まあこれからですね、ダビキョチャレンジトロフィー、山の想定ない一番人気です。20丸これなら勝てんじゃないかな。あと英進ドーバー、アンライバルド、リーチダクラウンあたりが人気馬ですね。ダイジェスト、中山 G3 ダービー級チャレンジトロフィー、芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リーチザクラウン先頭、残り 200m 天の想定いない、追い上げてきた。さあリーチザクラウンと並ぶ、抜けた。2番手はリーチザクラウン、天の想定いないゴールイン、2着はリーチザクラウン、3着にテンマソニア、天の想定いない、見事一番人気に応えました。でコーラルステークスクラブはラビリータ登場。伊坂さんは20丸があるね。オープン特別上がってきたばかりです。チェレブリータが本正面、一番人気アーバリティ。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別コーラルステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラベリータ先頭、しかし後続との差が縮まってきました、かされそう。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過してシルクメビウス、抜けた。シルクメビウス先頭だ。シルクメビウス1着、2着は微妙です。見事に勝ちましたシルクメビウス。ラベリータ2着でした。そして大阪杯です。1番人気天の小泉、2番人気天のハウル、3番人気天の椿、4番人気天のブラグと4番人気までを占めております。小泉がもう本誌本命ですね。さあ先方変えられる感じですが、どうするか。椿ハウルを先行策、これでいきましょう。レースです。春の中距離を決定戦 G1 大阪杯、
阪神競馬場芝 2000m で行われます。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠の天野ブログ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。天野くばき前に行きそうです。天野小泉それに続いています。さらには天野ハウル、14番アーネストリー、その後ろ先手を取ったのは天野くばき、その外にミヤビランベリ、その後ろに凱旋決め石ロジユニバース、そのうちに続いています凱旋キーアイダー、それに続いていますオレンジの帽子ベストメンバー、その後ろ内からは東方アラブ、その後ろにマイネルアリアンス、その隣にパルカシェンク、その外から天野ブログ、並んで5号宝生シロッコ、ナムラクレセント、すぐ後ろ最後方にセイクリッドバレー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。15番ミヤビランベリ一気に先頭に立ちました。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。決まりを取るんですね。およそ20馬身、これは縦長の展開です。さあ先頭は依然として15番ミヤビランベリ、2番手は天野つばきアーネストリー、3番手天野小泉、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。天野椿先頭へ。天野椿アーネストリー続いています。宮城ランベリー続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野椿先頭、しかしその差はわずか。一気に踏ん張りどころ。残り 200m を通過して、天野ブログ抜けた。ブログだ。天野小泉先頭は天野ブログ、1着でゴール、1着はフィニッシュだが、3着に天野ハウル。これが世界の実力だ。天野ブログ、ブログ復活の G1 勝利です。ウィニングランです。10個目、小泉春で天野椿か。さあ、アメリカ2頭、フューソナとエネループで、天のそばにいるねが桜花賞に出走となります。桜舞う可憐な戦い、忠実一歩パパネか。そこ知れぬ実力、浅田真央がいるクラブはサンテミリオン。今年の桜花賞は激戦となりそうです。お、キブネさんだそうです。キブネさん、あの牧場主クビになったんで、逆に入会できるんです。親子2代で最優秀ライバル対決を目指せる馬っていうのが条件みたいです。一番売れてないのがユニクロか。というかもうデビューするんだユニクロ。ハニカミの下か。
お、チャーチルダウンズね、かぶってるジョッキーが結構かぶってるな。まあ、ハウルが本当に 出るかどうかはまた別として、まず送り人ですね。送り人はまだ5勝、 NHK マイルカップはちょっと距離が長い、出す、まあここ出すとこはここじゃないですね。ここか、あ、でもこれダートだ。ここまで出せるレースがないと思ったら、カレンちゃんがいるんだ。カレンちゃんがいるんだ。ジャンプラショーぐらいか。で、次ハウルが、安田記念、まあ安田記念はいいんだけど、6月の1週以降、マンハッタンステークスか、ジオポンティとぶつけたい。コーネーションでもいいですね。ここもいいけど、スマか。あの椿は宝塚へ。まあ安田でもいいかもしれない。と思ったが。こっちな、出す馬は。ケイムリーとか。でもここだよな。あ、まあ、ここもありだな。まあここだな。ここに出しましょう。まあ、被るよなやっぱり。あと小泉がビクトリアマイル、まあでもに小泉はむしろ2000の方がいいんで、ここあたりかな。宝塚とかも考えられるよな。で、そのブログは宝塚に出たいって言ってます。まあ、宝塚でいいんじゃないでしょうか。ソテナや新潟記念行ってますが、
もうちょっとやっぱり上に行きたいですね。というか、秋レースの G1 取りに行きたいよね。4月の4週とか5月の1週に海外 G1 があればな。ここはまあ無理だから、ナバウアか、あ、ニコニコ、もう枠が埋まってるんだよな。あ、ビバタカタなんドロロ出てるやん。出ないの無理やな。ちょっと待って、ドロロここじゃ戦えないよ。ブエナビスタとちょっとレース入れ替えましょう。あ、でもダートもいけるんだ、ドロロは。ここはまだ出れないんで、ここを出しましょう。ブエナビスタをぶつけます。どこだ、ブエナビスタ。ということは、ラキスタどうなんだ、無理でしょ、まだ段階、もうちょっと段階踏まないとな。こことか、あ、ダートか。弱そう。ここいいかもね、ロッキンジ。で、想定内を。新潟大商店でまだいいんだろうけどは。あ、ここ出そう、読売マイラーズカップ。これ通用したら海外だな。ん、秋山がかぶってる。アンタレスステークス、なるほど。え、主戦って誰？主戦か。じゃあこっちは頑張ってもらって、想定内もまあそうなんだよな。福永騎手、
花盛りがビクトリアマイルか。木戸選挙は9勝上げてます。まあマイルでいいと思います。クリビタ5勝か。ジャンプラ賞まで我慢というわけで、スーマかルクプルだ。ビッグレッドファームルクプルか。ルクプル16勝だったんだよな。そうなんだよね。うん、馬のスペインに競泳マーチ、馬のスペインもいるんか。天野結構ギャル、天野の馬が相当期待されてるよな。他から生まれた考えた、売ってよかったのかっていうのはあるけど、ネクスト、アップルブラスタムハンデ、天の冬ソナです。一番人気、でも101段でサリーバルダとかと比べたら落ちますよね。レース行きましょう、オークロンパーク競馬場 G1 アップルブラッサムハンデダート 1700m です。こちらアメリカのオークロンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、デイエンパイア前に行きそうです。タウンシェイド、それに続いています。サリーバルダ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。アンダイバルドベル、先手を取りました。10番アマノフェユソナ、2番手を追走しています。その隣にタウンシェイド、すぐ後ろにイブニングサミット、内からはチュークラフティ、黄色の帽子セルフローカスト、その後ろアステックトリガー、すぐ後ろ並んで9番デイエンパイア、並んで13番タルクショット、オイスターコンサーン、そのうちに続いています。さらにはマイルドパーチ、並んで3番エントリーカリフォルニア、ビショップファイナンス、それに続いています。しんがりからサリーバルダ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。アシゲの馬体、アンダイバルドベル、依然として先頭。さあ先頭は依然として2番アンダイバルドベル、2番手はタウンシェイド、3番手にアマノフェユソナ、絶好の手応え。アマノフェユソナいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。いい位置ですが、日本と世界、意地のぶつかり合いだ。アンダイバルドベル先頭、
先頭に踊り出た。勝ちましたね。2着はアンライバルドベル、3着にセルフローカスト。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノフユソナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アニソンステークス天の上ループ一番人気ですね。まあインフォームドディシジョンとか強い馬いるから厳しいとは思いますが、ここで勝ったらすごいな。インフォームドディシジョンはそんなに強く状態が良くないよね。レースです。キーンランド競馬場 G1マディソンステークスダート 1400m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インフォームドディシジョン、これはいいスタートを切りました。アマノエネループ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してインフォームドディシジョン花に立ちます。インフィームドディシジョンいいスタートですね。さらにはクリスタルピーポ12番と並んでおります。その後ろ先手を取ったのはインフォームドディシジョン、少し間が空いてツリーオブクルッパー、これに続くのがカボートクヤック。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はインフォームドディシジョン、アマノエネループ、ほとんど差がありません。クリスタルピーポ3番手、アマノエネループ、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。勝てるかな。さあ先頭はインフォームドディシジョン、アマノエネループ2番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。インフォームドディシジョン、あ、差を広げられた。1馬身から2馬身のリード、アマノエネループ頑張れ。追いすがります。あ、ダメだ。逆に後ろから食われようとしてる。リボンウルフハウンド、インフォームドディシジョン、ゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはインフォームドディシジョン、見事な勝利です。やっぱ相手が強かった。6着でしたね、エネループは。さあ、忘れなグルッサ賞、凱旋ナルニアが2番人気、マリコイヌは10番人気。ナルニア本種本命です。1番人気はテンマカーペットですね。さあ、ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別忘れなグルッサ賞、3歳牝馬限定、芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。凱旋マリコイヌ先頭、残り 200m を通過して、先頭は依然として凱旋マリコイヌ、2番手は凱旋ナルニア。凱旋マリコイヌ先頭だ。マリコイヌなんと2着は凱旋ナルニア、3着に天馬カーペット、勝ったのは凱旋マリコイヌ。マンツーフィニッシュを決めました。桜花賞、天のそばにいるねが登場。一番人気はアパパネですね。一番人気はアパパネか。凱旋朝生馬が3番人気となります。アパパネが本誌は本命です。チューリップ賞取ってますからね。凱旋朝生馬はチューリップ賞2着、一方は天のそばにいるねはフラワー、カップ1着とちょっと違うなんか流れで来ております。
前行ってみましょうか。レースです。さあ春の、クラシック第1弾桜花賞、牝馬3冠の第1弾でもあります。芝 1600m です。阪神競馬場で行われます。三歳牝馬クラシックの第1弾阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のステラリードゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。王権桜好スタートを切りました。栄進リターンズこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよく王権桜行きました。続いて前へ行くのは栄進リターンズ、さらにはアグネスワルツ、15番天のそばにいる、その後ろ先手を取ったのはアグネスワルツ、凱旋浅田真央、それに続きますアプリコットフィズ、それに続いています好位置をキープしていますアパパネ、その外に昇竜ムーン、並んで8番サンテミリオン、少し間が空いてトナーシェーディ、黄色の帽子下がっていくよ。その後ろすぐ隣にアニメイトバイオ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は平身リターンズ、アグネスワルツ、ほとんど差がありません。王権桜3番手アパパネ、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エーシンリターンズ先頭、リードは2馬身から3馬身、天のそばにいるそばにいるが上がってきた。前を捉えられるか、そばにいるが先頭だ。残り 100m を通過して天のそばにいるね、アパパネ来た。2番手は凱旋浅田真央、天のそばにいるね、天のそばにいるね、勝ったかな。1着2着にはどうやら凱旋浅田真央、3着にアパパネ、見事に勝ちました。天のそばにいるね、天のそばにいるねが勝ちましたね。ウィニングランです。さあこれだけ出ております。ルピサカの一挙でブルーレイもいるんですが、脇役になりそうだな。ビクトアルピサ、さあそばにいるねはこれ距離持つのかな。マイルカップって言ってるけど、どうなんだろう。 NHK マイルカップはアラフォーもいるし、アラフォー毎日杯取ってますからね。もしアラフォーに任せたい気持ちがある。オークス出る、
で、エネループ、ちょっと厳しいな。疲れはまあそんな溜まってないんだけど、ヘアステークスでまあいいやろ。ユーソナもヘアステークス出るのか。戦後の2300。まあ砂溜まってないからラッシュでいいんじゃないかと。あでもブルーレイ分からんけどな。フルあでも芝ってまあでも芝はダメなわけじゃないからな。ブルーレイ全然チャンスあると思うけど、スピードもありますからね。ちょっと待って、ブルーレイやけど、ブルースイ調子上げないといけんよな。ハルテン出るんだから。すごい馬やな。フラワーパーク買ってんのか。車内メーカーズ46マイルステークス天の線の風一番人気です。レース行きましょう。キンランド競馬場 G1 メーカーズマイルマークマイルステークス芝1600m マイル線です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。カレージャスキャット前に行きそうです。レッドアリゾナそれに続いています。シールビーライト後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはウォールフウエストシリウス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。2番天の線の風2番手を追走。その外にカレージャスキャット並んで14番レッドアリゾナアプライドガントレットそのうちに続いています。その外からヘラクレスアリーナ、すぐ後ろにキーナーバーガー、その後ろにジレンマイベージョン、その隣にリズミックタームズ、トランクイリティエミーレ、すぐ後ろその外にパティコンスタンス。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてウォールフウエストシリウス。2
2番手はベッドアリゾナ。本当大外かなんか来ている。天の線の風まだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってカレージャスキャット。カレージャスキャットか。2番線から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、どうだ線の風巻き返せるか。残り 100m、 2番手は届かないか。カレージャスキャット、この馬で決まりか。先頭はカレージャスキャット、1着でゴール。2着は天の線の風、3着にアプライドガントレット。勝ったのはカレージャスキャット、見事な勝利です。カタハンで天のヒーローです。3番人気、一番人気アマゾンビですね。これは強い馬だ。とマスケットマンも強い、実績のある馬です。でキャプテンキャンディマンだから厳しいよね。ちょっと考えないといけません。先行策でいきましょう。ダイジェスト、アケダクト競馬場 G1 カーターハンデだと 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アマゾンビ先頭、残り 100m、 2番手はゾーンジン、後続は大きく離れた。アマゾンビ強い強い。アマゾンビ圧勝ゴールイン。2着はゾーンジン、3着にマスケットマン。勝ったのはアマゾンビ、見事な勝利です。後ろにいたような7着。オールエイズドステークス、金車差の奇跡、一番人気133、ダントツです。ヘイリスト、ジェイゼザ・ゼットプレーンがいます。あ、他日光にもいますけどね。まあどちらにしても金車差の奇跡が実績では圧倒しているはずです。レース行きましょう。オールエイジドステークス G1 ロイヤルランドウィーク競馬場芝 1400m で行われます。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヘイリスト、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してヘイリスト鼻に立ちます。その後ろからは JJ ザジェットプレーン、この馬も上がっていく構えです。さらにはファイティングカウント、漆黒の馬体、フライトファーロー、その後ろ先手を取ったのは JJ ザジェットプレーン、少し間が空いてベルインディア、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として G1 馬 JJ ザジェットプレーン、ヘイリスト、ほとんど差がありません。間を挟んでファイティングカウント、3番手金車差の奇跡まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はヘイリスト、その外からは JJ ザジェットプレーン、いざ勝負の時。ヘイリスト先頭、さあ JJ ザジェットプレーン、金車差の奇跡、内から金車差の奇跡、ヘイリスト先頭。さあ残り 200m、 なんだあれ。さあ先頭は今度は金車差の奇跡、2番手は日光に、日光にか。先頭だ。でも勝ちました。金車差の奇跡、1着2着は日光に、3着にヘイリスト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金車差の奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあもうあの皐月賞ですね。天のブルーレイ、ルーラーシップ、ビクトラルピサですね。
一番人気は天のブルーレイとなっております。ブルーレイはまあ海外のフロリダですからね、まあ芝も走れますし、本州本命はビクトアルピサかクラブ馬ですね。こちらはウバニキはダノンシャンティ、この辺までかな。でルーラーシップも出走馬か、ルーラーシップ先行策でいきましょう。レースです。さあボバクラシック第1弾サツキ賞、中山競馬場芝 2000m で行われます。3歳ボバの第1弾の栄冠に輝くのはどの馬になるでしょうか。先週の桜花賞に続き今週はボバのクラシック第1弾サツキ賞、最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のペルーサ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオリーブハビット、スペシャルカフェ、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りダイワファルコン、では前の方からオリーブハビット先手を取りました。その外にサンライズプリンス、西のポリスマン、そのうちに続いています。さらにはダイワファルコン、好位置をキープしています。天のブルーレイ並んで、栗色の馬体、スペシャルカフェ、エイシンフラッシュ、その前に進出、これに続いてルーラーシップ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ローズキングダム上がっていきました。凱旋石壁すぐ後ろ、内からはヒルノダムール、その外からオートリアオーバー、その隣にポンプトンソネット、ピンクの帽子ペルーサ、その後ろ内からはダノンシャンティ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはオリーブトーンバ、並んで4番クリックサーティ、この辺りで先頭が変わりました。ダイワファルコン、オリーブハビット、ほとんど差がありません。サンライズプリンス、さあ果たしてどういう結果になるか。先頭を捉えにかかります。なんかまくってきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は天のブルーレイ、天のブルーレイ先頭、さあエイシンフラッシュ一気に来た、残り 200m、 なんか来てる。天のブルーレイこのまま振り切れるか、一気にビクトワールピサ、ビクトワールピサか、差し切ったビクトワールピサ、ゴールイン。2着は天のブルーレイ、3着にエイシンフラッシュ、安城お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはビクトワールピサ。ブルーレイ2着でしたね。ルーラーシップが4着。ルーラーシップは思ったほど前に行けなかったな。アンタレスステークスです。天の気持ちいいと天のキャンキャンが1番人気2番人気を占めております。気持ちいいがグリグリです。あとシビルオートがですね、ダイジェスト阪神 G3 アンタレスステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の気持ちいい先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。あと 200m、 2番手はサクセスブロッケン、これは強い。天の気持ちいい、強いな、ぶっちぎった、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はサクセスブロッケン、3着に天のキャンキャン、これが世界の実力だ。天の気持ちいい。さあ、4月を4週は初音ミク、ブエナビスタ、ブラックキャビアが海外に旅立ちます。
ラッキョビアがまだ3勝、初音ミクは1勝、この間1勝、初めての勝利を挙げたばかり。ああそういうことか。すごいな。リリーロスさんだ。金、は10個持ってます。1個だけいいえ。イースターパーティー、緑の まあこれかな。85万。別にアオープンまで上がれる。ホイールキャプチャーに期待ですね。ヘルシオこれだけがプラスか。ナタとは結構高いんだよな。今ローテ設定ですね。レホはこのままでいいか。ポニョ、まあいいんじゃないかな。でそばに犬ねが多くす、中距離がどこまで耐えられるかなんだよな。週報目でトゥルースが今週ですね。重賞初制覇を狙います。こちらもあの天の宮も重賞初制覇を狙いますね。
くり見たジャンプラショーか。早熟ですからね。でブルーレイはダービー、ダービー距離ギリギリですけど、まあ狙ってみる。16か、いやもういいや。ダービーじゃないような気がする。アラフォーは NHK マイル、まあそうですよね。でブエナビスタか。今週ブラックキャビアを今週、初音ミクも今週か。初音ミクはあのフランクイーキルローマイルステークスを取りましたね。期待は大ですね。うん、あーまあこの辺は強いよな。ヒルドシーとかも強い。この辺は参照してるもんな。ビクトリアマイル、まあでもそれでいいのか。まあ調子上がってないな、ドロロ。ちょっと待てよ、勝てる馬を投入するのはいいかもね。で、つぼみはブリリアント、椿が毛を生え、一周放牧、春日が柏記念、春日は橋、カバウはちょっと調子が上がらないな。
ね、ループ一周放牧。ヘイトもこれ休んだら一周放牧かな。ヘイト戦記は5歳か。小泉がタタソウル、ハウルマハタ、アイポッドが、まあこれはね当然そうなるよな。ログもまあ順当。想定内は安田記念。あ、マイラーズカップか。想定内どうしよう。まあでもここにいて休ませるかな。ん？ペルソナは12勝か。ゴールデンフィリップ。世界に花が20勝、目黒記念ですね。ポニョは芝か。出たよな。初音ミクちょっと出すレース変えるか。あ、これダートなんだ。あとか、むしろ花盛りの方が合うんだよな。そう考えると、ただね、インフィールドディシジョンが強い。
と思った。明治ファーム、もちろん受胎率上げる。あ、一頭だけか。PR、 あ、一頭だけなんだ。たまちゃん、トマちゃんここには出てませんからね。 C 候補の一角か。はい、ということで、結構もう1時回りましたが、4月の3週まで終わって4月の4週のでローテを決めてというところで、ここまでとなります。次回は5月に入って種付けを含めて行っていきます。ぜひお楽しみに。はい、今回の配信ツイッチで行いました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please、YouTube で、この配信のアーカイブを2日後12月10日21時にプレミア公開でアップロード予定です。ぜひそちらを見てください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This live archive upload my YouTube チャンネル2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブだ and good ボタン please、はい。旧 Twitter である X のアカウント持っております。Twitch のチャット欄にアドレス記載しています。ぜひアクセス、アカウントフォローお願いいたします。また、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウント、プリーズビジット&リポスト&グッドボタン&アカウントフォロープリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。